皆さんありがとうございます。私は候補者の西川光也でございます。20日の投票日まで私は死に物狂いで頑張っていきたいとこう思っております。今日出席の皆さん、どうぞよろしく支援の輪を広げてくださいますように心からお願いを申し上げます。お願いします。衆議院の総選挙は政権選択の選挙です。誰に政権を託すか、これを決めるのがこの選挙でございます。私は自民党公認、公明党推薦で出ました。どうぞ選挙区は私西川光也によろしくお願いを申し上げます。そして比例区は公明党をぜひよろしくお願いを申し上げる次第でございます。私はこの選挙に臨むにあたって、昨日自民党の選対最高幹部会が開かれました。私だけ優遇して比例も重複させるかという話になったそうでありまして、私にこの話が入ってきました。私は選対の幹部の皆さんに、それは私はお断りすると、私は選挙区一本で臨みます。男がここまでみんなで盛り上げてくれたものを、そんな安全策を取るつもりはありません、こう答えたんです。どうしても選挙区で勝たせてもらわなければならないんです。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げます。そしてこの鹿沼市で県会議員お二方、神谷光也氏両先生先頭に立ってくれました。そして佐藤市長も選対の顧問になってくれ、多くの市議会の皆さんがスクラムを組んでくれました。私はこの組織で必ず勝利を目指すということで頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。多くは申しません。過密な病院だけは申し上げます。これは黒本一郎さんが過密がの農協長になったんです。その時私はお祝いに駆けつけました。そしたら何がいいですかと私が聞いたら、黒本さんはあの過密が病院を直してくださいとこう言ったんです。それで私は農民の健康をつくる会、これを主催しておりましたので、多くの議員を連れて過密が病院を見させていただいたのでございます。当時の建物には鉄格子が入ってました。鉄格子があれでは良くなる人も良くなれない、こういうことで他に手を挙げるのはたくさんありましたけど、第1号でやらせていただいた、こういうことでございます。そして政治家はですね、私があれやったこれやったっていう人に限って大体やってない、何にも。政治家はですね、批判ばっかりしている政治家はいらない、これは申し上げたいと思います。批判するんだったら自分で計画を立てて、自分で提言をして、そして自分で政策を作り上げる、これが政治家の本来の姿だと思います。自民党もいろいろ侃侃諤諤大いの議論をします。私は農協改革、農政改革でものすごい批判を受けました。受けたけれども、何のためにやる、目標は何だと、私は農家の所得が上がればいいと、これ一点に絞ってんです。ですからいろいろ話があってもですね、この私のところへ
官僚の皆さんが話を持ってきたときは、これで目的が達成できますか、こういうことをお願いして政策を決めていくと、こういうやり方をしています。今日ここへ来る小泉進次郎前農林水産部会長、農林部会長はもう私と一体となって資材価格を下げる、輸出を頑張る、こういうことで目標を絞ってやってくれました。やっぱり発信力あるんです。小泉と言ったらマスコミが取り上げる、私が脇にいるといない方がいいと、こういう人もいまして、私は途中から一人でやったらいいと、こういうことをやりましたが、私と一緒になってやってきました。 TPP の問題もいろいろありますけれども、これは私は痛むところは手当てをする、痛むところは手当てをする、しかしこの日本の経済を伸ばすためには TPP は絶対避けて通れない、これが私と小泉の進次郎農林部会長と全く同じ意見で、あの二人はどうしてこういうふうに同じ方向を向いていると、こういうことも言われました。もう今ついて、あれがそうですか、今あるってハイタッチやってくれていると思います。小泉部会長というのはね、ものすごく人情家なんです、人情家なんです。そして小泉総理と二階幹事長と私と小泉進次郎部会長で4人で食事をやって、みんな誰もが小泉部会長は総理大臣を目指す、ここに違いありませんで、私もしっかり応援をしていきたいと考えています。小泉さん優しい人でしてね、横須賀の町を歩って行ったら農家が一個柚子をくれたって言うんです、一個柚子を。そしたらそれを私のところへ名刺をつけて持ってきて孫に届けてくれる、こういうことで来てくれる、もう本当に心配りができる人であります。で今日も自分の選挙終わって初日に私が心配で心配でしょうがない、こういうことで来たわけでありまして、どうぞ皆さんその心意気を感じ取っていただければと考えています。この頃私に顔が似てきたと言われんだそうです。本人から聞いてください。でこれ文藝春秋まもなく発表なる本の田崎さんの記事にそれが出てきます。どうぞ本人が皆さんにお伝えしてください、こういうことでございますが、私は顔が怖いとこう言われて、笑え笑えと船体に叱られているぐらいなんです。今間もなく来ますけれど、本当に私のためにこうやってまあもみくさにされながら来てくれたと、こういうことでございます。でお兄さんの小泉孝太郎さんが下町のロケットというこの番組に出て、少し悪役めいたスタッフ役柄があったんですね。それでお兄さんが聞いたそうです。進次郎、その誰とこう付き合ったらその悪役が演じられるかねと、こう言ったそうです、お兄さんが。そしたら進次郎先生はすかさず、それはうちの会長の西川高野を見習えって言ったって言うんです。私はそんな悪くありません、ただじっと話を聞いて、これはどこだら着地点が収まる、これを見ない限り私は踏み切っていきません、そういうことでそれらのことをおそらく表現をそういうふうに言ったんかと思いますが、横須賀来てくれて、自分は横須賀行かなくたって選挙当選できる、あれ本当に羨ましいです。しかしこれも宿命でありますから、泣き言なんか言いません。そこで私はしっかり頑張っていきたいと思います。
うちの孫が言ってました。小泉進次郎先生にもらった柚子を一個、わずか一個ですよ、それ持ってって話したら、ああこれ小泉進次郎か、お兄ちゃんの方が有名だねとこう言うんです。だから小泉部会長に私言った、お兄さんの方が有名だと言ってるぞ、まだまだですねということで、もう謙虚にまた前に向かって歩き出していると、それが小泉部会長です。部会長待ってるよこっち。私のためにありがとうございます。まあ人気者だからそこまで来て進めない、まあそういうことで、私が多く申し上げてもしょうがありません。私はこれから怖い顔をなるべく笑い顔で通していきたい、こういうふうに思います。ただ怖い顔は得するのは2つだ。外国との交渉ではもう優しい顔ダメです、優しい顔ダメです、怖い顔の方が相手にどつが効くんです。だから私が交渉すると全部成功してきているんです。もう一つは予算の分取りもその方がいいです。もうとにかく皆さん私をよろしくお願いします。比例の公明党もよろしくお願いします。着きました着きました着きました。皆さん壊さないでくださいよ。今小泉進次郎さんお付きでございます。小泉先生どうぞ上の方にお願いいたします。ありがとうございます。お忙しいところ、はい、小泉進次郎さんです。